その湯船に浸かって出た声があなたの初体験の喘ぎ声です。私は小さい頃から年配の方に対してかわいそうという気持ちを持ってしまうことがあります。犬を散歩してるお年寄りを見ると、他に散歩を頼める人が周りにないのかなと思ったり、一人で買い物をしてる人を見たら他に家族はいるのかな、話す人はいるのかな、一人でご飯食べるのかな、など悲しい想像を勝手にしてしまいます。小学校の時、担任の先生が母に、M ちゃんは、口癖のように担任に対してかわいそうとよく言っていて気になるんですと言われたことがあるそうです。最近では93歳の祖母が肺炎で入院し、もう長くないと診断されました。それから毎日が辛く元気だった頃の祖母を思い出した涙が溢れてきます。私は結婚しておらず、この先生きることを置いていくことに向き合うことが苦しいです。両親もいつかはこうなる、自分も老いるのだと思うと、辛くて胸が苦しい毎日です。そして無性に切なくなるのです。この気持ちと向き合うのにはどのように考えればよいのでしょう。友達に話すといろいろ考えすぎと言われます。あまり理解してもらえません。平先生よろしくお願いします。まずね、あなたの文章を読んで、一人で買い物してるのかな、一人でご飯食べてるのかな、誰も頼める人はいないのかな、多分あなたは一人ぼっちが嫌なんですよね。で、それはね、今あなたが一人で生きていかなきゃいけないのが辛くてしょうがない。そしてあなたは多分この先を置いて一人で死んでいくのはもっと嫌だと思ってるわけです。そんな思いするぐらいならもうなんで生まれてきたのと思ってるわけです。ということはあなたは今一人で生きていくのは嫌だということは、一緒に生きる人が欲しい、共に生きる家族を持ちたいと思ってるわけですよ。それには気づいていらっしゃるのかな。でもなぜかあなたはですね、一人で生きていくと何らか昔決められて、その生き方がもうちょっと歪んできちゃったわけですよね。だからあなたにとっては、なんか共に一緒にみんなと笑い合って生きていく、こういうことが必要なんだけど、それをこう認めるっていうことをなかなか自分に許せないのが今かな。共に生きる時やったみたいだよ。続きましてと、変なのが来てます。平先生こんばんは。いつも YouTube 見てます。同じ会社に好きな人がいるのですが、会うたびに干潮してきます。あの干潮っていうやつが、ね、小学校の時に流行ったあれだな。彼は35歳なのですが、何なのでしょうか。ちなみに私の方が年上です。これだけの質問。でもあなたが好きなんだけど、まあ小学生のスカートめくりみたいなことを彼がするんだよね。まだちょっと子供じみてるわけだよね。年下。よし、じゃあ順次がね、意義伝授してあげましょう。坊や、お姉さんが、本当の感知をしてあげようかな。我慢できたらいいご褒美をあげてもいいわよ。みたいな風に、ただいま当社の代表が不適切な発言をいたしましたこと、当社の代表として深くお詫びいたします。申し訳ございませんでした。図に乗ってしまいました。図に乗ってしまいました。今日は謝罪動画はなしで行こうと思ったのに図に乗ってしまいました。すいません。まあ、あなたの方から子供じみた彼をリードしてあげないと、ちょっと彼は動かないかな。人を好きになるのは悪いことじゃないもんね。ですね、ボメロさん、この人ね、面白いんですよ。平先生、一押し、もしくは先生が考えて心理テストはありますかっていう、これだけの質問なんですね。でもね、メッセージに、以前、熱い湯船に肩まで浸かったところを想像してみてください。あなたはどんな声を出しますか？こんな感じかな。
その湯船に浸かって出た声があなたの初体験の喘ぎ声ですという心理テストを見て、誰がそんなわかんねんと思ってしまいましたっていう面白い、質問なんですけど、結構ね、我々心理テストはね、もう山のように作りましたね。うち結構仕事が早いんでね、テレビ局から、平さんすいませんって2時か3時ぐらい電話かかってきて、今日の5時か6時まで心理テスト一本お願いしますって言って、おー、じゃあ作っときますよっていうので、よく来るんですよ。で、心理テスト、カウンセリングサービスとか、こうメンタルサービスさん、平純二先生って、チュッチュッチュッとこう出るだけでね、5000円ほどはもらえるんですけどね。何、平先生が考えた心理テストで一押し。海外旅行で一番お金をかけることは、飛行機、ホテル、日程のバス、食事どれですかっていうのをやったことがありましたね。これね、例えば飛行機に、例えばエコノミーは窮屈だからビジネスとかね、ファーストクラスっていうのはね、一番困難なことの状況をどう快適に過ごすかということ。で、ホテルっていうのはですね、これ安眠、睡眠、居住空間。これにお金をかける人っていうのはね、家を建てたりしたいとか、自分の居住空間を快適にしたいっていうタイプですよね。アロマを焚いて私の部屋はとか。あと日程伸ばすっていうのはですね、これは一つの逃避願望っていうんですけれども、できるだけ休みを多く取って、まあ自分自身の生き方に、まあ優先したいという人はこの日程を伸ばしますね。あと食事っていうのは、これはもうマニアなタイプなんですけれども、本当に、まあその土地土地の美味しいものを食べたいっていうのは、まあなんていうのかな、人生を楽しみ尽くすタイプの人。みたいなことをやったら、これ使い回しされて、だいぶなんかテレビで使われたような気がします。5000円しかもらえなかったな。まあそんなぐらいかな。今日の動画お役に立ったら、グッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、まだの皆さんはチャンネル登録もよろしくお願いします。またお会いしましょう。今日は、講演会追加のお知らせでございます。9月1日東京の講演会はもう満席でご参加できません。そこで9月15日に東京浜松町の都立産業貿易センタービル、会場は9月1日と同じで追加講演会をします。さらに9月14日名古屋ウィンク愛知、愛知県産業労働センターですね。9月16日大阪江坂のサニーストーンホテルでも講演会をいたします。時間は13時30分から16時30分。費用は5500円でございます。3300円分のチケットプレゼントできますから、意外とお安いかもよ。詳しくは YouTube 概要欄までよろしくどうぞ。